いてた。ここで大怪我をしてしまった。大きいティッシュの箱2箱分、それでも止血できないぐらい血が流れてたのに、上司が自分が責任を問わなきゃいけないそう思って渋って病院にも連れて行ってくれなかった。どこのディストピアの話してんだっていつも思いますよ。というのは、誰かの自由や権利や尊厳やそういうものを侵害しようとするものですよね。難民申請中でも強制送還できるようにする、永住者が公的義務を不履行、そしたら永住資格を取り消すって、それってそこにいて少しでもはみ出たら痛い目に合わせてやるぞって、そういう脅しのための無知みたいなもんじゃないですか。そうだ、自分は国から排除されるような人間じゃないから自分には関係ないと思うかもしれないけど、誰かが時の政府の都合によって排除される存在になってしまうっていうことは、誰の身にも自分が排除される存在になるかもしれないっていう可能性を突きつける話です。そういう排除される属性にならないように己を殺してプレッシャーの中で生きている、それって本当に幸せですか。危ないって思いませんか。命からがら逃げてきた難民たちを受け止めるあったかい毛布だったりとか、すでに市民として隣人として存在している外国籍の人たちとより連帯するため、手をつなぐためのハブとかカラビナとか、そういう法律作った方がいいんじゃないですか。